外国の方が日本の方に質問したいこと、変な感じのタトゥーを入れている人をどう思いますか？面白いと思います。形でやっぱりかっこいいって思うみたいで、欧米の方は左右対称の感じが好きらしく、大丈夫とかですね、そういった言葉がかっこいいと感じるみたいで、それをここの、ね、腕にタトゥーで入れていて、芸人さんが前バラエティ番組で言ってたのでネタかもしれないんですけども、銭湯で熱い風呂に頑張って入ってて、顔を真っ赤にしながらここに大丈夫って書いてあったとか。で、あと僕はこの漢字で一番驚いたのが、汁ですね。これが海外ですごい人気だよって言われた時に僕びっくりして、なんでと思ったんです。この汁っていうのは、お味噌汁とかの汁っていうイメージで日本人だったらまずパッて取るんですけども、外国の方、特にキリスト教とかそっち側の方はですね、形で見るときに、汁って三髄に十字。で、この十字がですね、十字架、クロスを意味してて、この三髄がですね、ピカって光る、漫画とかである効果に見えるらしくて、この汁はクロスがピカって光ってるっていうことで、キリスト教の方々にとっては、何この感じかっこいいと思うみたいなんですよね。日本人の僕からしたら、汁やでっていう感じなんですけどね。っていう感じで、なので、どう思いますかっていうのは入れてる感じにもよりますし、その人の振る舞いにもよるんですけど、漢字を入れてくれているっていうことは、親日じゃないですけど、日本人に対していいイメージがあったり、かっこいいと思ってくれてる部分があったり、そもそも漢字自体を知ってくれているってことはありがたいなと思うので、基本的には嬉しいなっていうふうに思います。